故郷の沖縄が見えてきました。今回はシーミーのための帰省です。シーミーとは中国の清明祭と同じですね。沖縄の行事は中国の影響がかなり強いです。ご先祖様に対する行事やその他の行事もかなりたくさんの行事がありますよ。那覇空港に到着しました。沖縄県民のほとんどの人が知らない本島の最北端へ行きたいと思います。私の生まれ故郷です。空港から車で3時間ほどの限界集落です。あまり知られていませんが、金丸が住んだ村でもあります。そんな田舎に住んでいた金丸がどうして琉球王になれたのか、謎を解きながら我が家のシーミーの様子も見ていただきたいと思います。ユーレールで妹の家に行きます。ユーレールができて本当に便利になりましたね。沖縄県民は一人一台車を所有していると思います。免許のない私はかなり不自由を感じますね。特にやんばるでの生活は車がないと不便です。妹にやんばるの実家に送ってもらいますよ。ユンタクしながら本島最北端へ向かいます。母親や兄弟、親戚の近況を聞きながら走ります。到着しました。ああ、家の前のあたいが雑草だらけです。あたいとは家の近くにある畑のことです。家の近くの山はヤンバルクイナの生息地です。今でも毎朝鳴き声が聞こえてますよ。ヤンバルクイナは飛べない鳥なので、住まいを変えることはあまりないようです。シーミーまで畑を整えます。ほぼ自給自足の生活が始まりますよ。1989年にぎなまの海底鍾乳洞の中から2万年から7000年前に使われた石器や貝などが発見されています。海の底に沈んでしまったニライカナイがあります。何万年も前にこの地に理想郷があったことが報告されています。ニライカナイの夢が膨らみます。コーヒーの木が雑草にうずもれています。大変。とりあえず、ここから始めたいと思います。母親が野菜を作っていた畑です。母は今、老人ホームで生活してます。剪定をして応急処置しました。海岸の方にさくらんぼがたくさん実をつけているというので収穫します。懐かしいさくらんぼ。
アメリカンチェリーやナイチのサクランボとは違い酸っぱいです。小さい頃はごちそうでした。昔は取り合いでしたけど、今は収穫する子供たちもいません。60代以上の住人しかいませんからね。本当に寂しくなりました。畑を耕して何か植えたいと思います。雑草の根が深いので刈り取ってから耕します。小さい畑ですが、意外と大変です。マンゴーも植えて収穫できるように弟に育ててもらいます。収穫できるまで何年かわかりませんが、楽しみですね。畑も整いました。ひまわりとコスモスの種を植えました。隣の家の自給自足のための畑です。いつも何種類か植えています。母親が作らなくなってからは、ここでいただいていますよ。今日はネギとニラをいただきました。野菜を育てるって楽しいですよね。うまく実がなると最高の気分になります。ゴーやヘチマは今植えて夏に収穫します。なくてはならない食材ですよ。植えてくれて本当に助かります。毎日夕日を見るのが大好きです。晩酌用に何か作ります。塩を入れて卵を溶きます。フーチャンプルーを作りたいと思います。ポフを水で戻して溶いた卵に浸します。もやし、ポーク、ニラを用意します。たっぷりの油でポフを焼きます。卵に火が通るまでしっかり焼きます。ここが大事です。ふっくらするまで焼き付けます。もやしとポークを炒めます。塩、胡椒、顆粒だしで味付けます。豆腐を戻して炒めます。最後にニラを入れて、醤油で味を整えて出来上がりです。私流のフーチャンプルーの出来上がりです。沖縄へ帰ると食べたくなります。美味しく出来上がりました。
3月、4月はかなり過ごしやすいです。散歩しながら第二小市、荘園王金丸が住んでいた住まい跡へ行きます。稲間を見下ろすように石山があります。沖縄に最初に神様が降りた場所という神話もあります。自分の生まれ育った村の歴史を調べてみたいと思います。公民館と共同売店のある村の中心地です。荘園王についてはほとんど語られておらず、個人の見解を交えてお話しいたします。歴史本で調べたところ、琉球処分後、職を失った士族が明治以降に住み着いたのが宜那間村の始まりのようです。金丸の居住跡地は宜那間神社として管理されています。金丸は宜那間のすぐ前の伊是名島で生まれたとされています。金丸の出生については諸説あります。琉球王になるまではかなり波乱万丈の人生を送っています。一つ目は義本王が江戸村の佐久間家の娘に産ませた子供説。義本王とは春天王統三代目の王様です。飢饉と疫病が流行り、王の座を英祖に譲り最北端の江戸村に住み着いた。江戸村の庄屋だった佐久間家がお世話をしていたそうです。佐久間家の当主はその男の子を木箱に入れて海へ流したとされていますが、私の勝手な憶測ですが、佐久間家の当主は信仰のあった伊是名島の漁師に預けたのではと思います。その時義本王はかなりの高齢だったと考えられます。もう一つの説は伊是名島に来た和人が伊是名島の娘に産ませた説。和人とは日本の内地の海賊のことです。伊是名島で農民として過ごしていた金丸ですが、大干ばつの時、金丸の田んぼだけが並々と水があり、金丸が水を盗んだと疑いがかかります。24歳の金丸は妻と9歳の弟を連れてサバニで伊是名島から逃げます。そしてたどり着いたのがここ、稲間です。その頃、この地に住人は住んでなかったようです。川はあるものの後ろは山、前はすぐ海です。台風が来たらひとたまりもありません。江戸村と山の上にはポツンと一軒家がいくつかあったと推測されます。金丸はこの地で6年過ごしています。伊是名島には金丸の両親のはっきりした記録はないそうです。水を引き込む灌漑方法を知っていた金丸はなぜ村人に教えなかったのか。伊是名島で生まれた子供ではなく、よそ者扱いされ、村八部の生活を送っていたのではないかと推測されます。宜那間教友会の本によると、金丸が30歳の時に泊まり大ヒアーの案内で首里へ向かいます。泊まり大ヒアーとは何者なのか、なぜ金丸を首里へ、たくさんの謎が残ります。推測に過ぎませんが、泊まり大ヒアーは義本王と縁のある人物ではないでしょうか。そうすると、ただの農民が庄橋の七男、五役王子に仕官できたのも納得です。さらに、五役王子は金丸を首里城に出向させ、王様の側近として働かせています。謎が多すぎます。稲間共同売店へ来ました。小さなコンビニのような感じです。
冷凍食品は早期や三枚肉の塊、パンやお菓子類、宜奈間神社のお札も販売していますよ。調味料などもありますので、生活必需品は揃いますよ。ただし、日持ちのする商品ばかりなので、卵や乳製品などは入荷日が決まっています。カップ麺もありますね。大体のものはありますが、少し高いかな。バスも1日1便しかありませんので、車のないおじいおばあにはなくてはならないお店です。泡盛やオリオンビールなどアルコール類もたくさん販売しています。村で経営しています。それにしてもアルコール多すぎです。毎週月曜日に豆腐の移動販売が来てくれます。田舎暮らしをしていると移動販売車が来るのもすごく楽しみですよ。今が旬の島らっきょう、いただいたのでこれから天ぷらにします。新しいと皮が剥きやすいです。少し水に浸しておくと剥きやすくなります。時間はたっぷりありますので、下処理も楽しいです。都会で生活していると時間に追われ手抜きが多いですよね。お金さえ払うと何でも買えますからね。頑張って剥き終わりました。綺麗ですね。ビワもいただいたのでコンポートにします。皮を剥いて準備します。そのまま食べても良いのですが、たくさんあるので煮て保存します。94歳のおばが豚足を煮てくれました。大根も畑で収穫したものです。豚足がトロトロに煮てあります。味も染みていて最高に美味しいですよ。とろっとした豚足の皮が大好きなんです。こういう豚足は内地では手に入りませんからね。岩のコンポート出来上がりました。
おばと近所の人に食べてもらいます。我ながら美味しくできたと思います。今晩のおつまみは島らっきょうの天ぷら。島らっきょうは天ぷらが一番好きです。あっ、母親の甘酢漬けも大好きです。今はもう作ってもらえません。少し寂しいです。天ぷらできたのでご近所にお裾分けします。インゲンもいただいたので天ぷらにしました。ご近所も一人暮らしの男性ばかりなんですよ。喜んでくれるのでついついたくさん作ってしまいます。毎晩泡盛を晩酌にしています。最高のおつまみができました。お返しにスーパーで買ったお稲荷さんいただきました。パタイヤをいただきましたので炒めます。今ハマっているオキハムの旨辛ポルトソーセージ、ピリ辛で炒めて美味しいです。旨辛ポルトソーセージ98円で安い。お土産にもおすすめです。帰省すると必ず買います。好評のお土産です。ゴーヤもいただいたのでチャンプルーにします。綿を丁寧に取ります。田舎暮らしをしていると地道な作業も楽しいですね。少しも苦になりません。何のストレスもなく過ごしています。長生きできますね。スーパーが遠く、病院もない。少し不便は感じますが、住民は助け合えて生活しています。細切りにしたら水にさらして苦味を取ります。苦味が気にならなければ水にさらさなくても良いですよ。水にさらすと多少苦味が和らぎますよ。今日は島豆腐とポークと一緒に炒めて卵でとじます。味付けは顆粒だし、塩コショウ、味の素、醤油です。定番のゴーヤチャンプルーです。三枚肉でも美味しいですよ。今は内地でもゴーヤは買えますからね。健康食材として人気ですよね。
ゴーヤの苦味が大好き。ゴーヤの天ぷらや佃煮も美味しいですよ。移動販売で買ったジューシーパパイヤを収穫してきました。しりしりにして保存用とおばや近所に届けます。小さい実を間引きしたので柔らかそうです。しりしりにするのも意外と大変です。ダゴのスーパーへ行くとしりしりにしたパパイヤが売られてますよ。手が荒れる人もいますので手袋をした方が良いですよ。幸い私は荒れたことはありません。皮も剥きやすいです。美味しくいただくには地道な作業が大事ですね。皮を剥き終えたのでしりしりにします。しりしりの道具は沖縄では必須アイテムですね。結構力が入ります。こんな感じです。ポフトポークとニラを入れて炒めます。冷蔵庫にある食材を全部使い切りますよ。パパイヤしりしりの出来上がりです。これも上出来。ポークランチョンミートが大活躍です。天気が良いのでギナマコを散歩します。私の小さい頃はギナマの海岸は砂浜でした。新しく道路を作るため埋め立てられてしまいました。港のそばに少しだけ砂浜が残っております。ここなら海水浴ができそうです。朝早く海岸の砂浜にイカが打ち上げられます。イカを手づかみで捕まえに早起きした思い出があります。宜那摩漁港は風縫い湯の水揚げで沖縄一番です。風縫い湯とは沖縄ではマンビカーと言います。ハワイではマヒマヒで知られています。日本本土ではシイラですね。宜那摩では富を呼ぶ魚風縫い湯と言います。宜那摩沖に来た時のシイラが一番美味しいと言われ、毎年9月から11月までの間、パヤオを浮かべます。この時期になると近くの漁港からも風縫い湯漁に船が集まります。
毎年漁獲量は少なくなっているそうですけど。11月には風縫い湯祭りも開催されますよ。1700年頃には宜那間に数軒の家があり、辺戸村の小技として存在していたようです。金丸が琉球王になって300年後のことです。港のある小高い山の方から順に家ができました。今の港の方から順に家ができたと思われます。琉球処分で行き場をなくした士族たちが金丸を慕ってこの地へ来たのでしょうか。その頃、宜那間までの道はなく、山道を越えるか、サバにしかなかったと思います。廃藩置県後の明治12年頃には、たくさんの住民が住み着き、大きな集落ができたそうです。この海のいろは、本物ですよ、本当に美しい。村の歴史を調べていくうちに、先人たちの苦労がわかりました。この宜那間の地には、耕す土地がなかったのです。山地なあという裏山を開墾して、石山を越えて辺戸ウイバルを開墾して畑を作りました。人が一人しか通れない。畑へ続く道しかありませんでした。宜那間の東東名のほとんどが4代か5代前くらいしか記入されていません。シーミーの前日老人ホームから母親を家へ連れてきました。嬉しいのかよく喋ります。キヌカンを拝んでお墓へ行きます。そういうの、指示を出しながらお墓に来れたことを喜んでいますよ。ウトウト、もう一回ウトウトしてくれないかね。ウトウト、もう一回しゃべって早くな。はい、みんなに見てよね。マーガタに入れないほど身内でいっぱいでしたよ。ウトウト、もう一回してみ。孫やひ孫、子供たちの健康をお願いしています。来年もお墓に来れるように元気でいてほしいです。私の小さい頃は重箱のウサンミは全て手作りでした。今はスーパーで買っています。母親が作れなくなってから買うようになりました。はい、OK。昔はお墓でウサンミを食べて酒を飲みながらご先祖様の話をしながら楽しんでました。最近ではお供えしたウサンミは家でいただきます。ご先祖様にご馳走を食べてもらい、お土産とお金を持って行ってもらいます。内カビという黄色い紙があの世のお金とされています。一種類ずつやるんじゃないんだ。白カビとも言いますね。うさみとはお供えするご馳走のことです。必ず奇数の種類と決まっています。沖縄のお墓には必ず内カビを燃やすところがあります。お釣りのないようになの。四角い穴ですね。ご馳走を入れて内カビを燃やします。そう、中国はね、中国はこういうのいっぱい燃やしすぎてあった。あの世でお金に困らないようにたくさん燃やします。え、そうだってよ、いっぱい燃やしてもいいって言って。あの世でのお金です。
シミルするや気持ちだろう、だからたくさん燃やす方が良いですよ。ご先祖様のおかげで健康で稼がせてもらっていますので、たくさん持って行ってください。奥で左か右かって言ってるのに、これからも元気で稼ぐことができますように見守ってください。まるまる家が代々続きます。ようにとお願いします。お茶もかけるの？あ、そうなの。お供えした酒やお茶で火を消して終わります。残ったのでやって、はい、またじゃあ。これが我が家のシーミーの流れです。地域によって違う場合もあると思います。はい、ここは次は母親の実家のお墓にシーミーのお供えをします。母親の妹家族がウサンミを持って那覇から来てくれました。コロナで会えなかったので久しぶりの姉妹再会です。88歳と86歳になりました。父親は兵隊へ行き、母親と5人の兄弟姉妹は山を転々と逃げていたようです。母親が8歳で、6歳、4歳、2歳、0歳で大変だったと聞いています。戦後捕虜になり、気生に帰ったら村には住める家はなく、住民は協力して家を建てたと言います。その頃、自分がおぶっていた弟は栄養失調で亡くなったとのことです。大変な時代を乗り越えてきた人たちです。長生きしてほしいと願うばかりです。後継ぎは村を離れ、過疎化が進む限界集落。宜生だけではなく、国頭村全体が人口が減少しております。あのにぎわっていた頃が昨日のように思います。小さい頃と同じ場所に島バナナがあり、幼い頃と変わらないのですが、住人だけがいない。よく収穫して食べていた桑の実も同じ場所で実をつけていますよ。桑の実は甘くて美味しいですよ。最後までご視聴ありがとうございました。豆散歩、次もやんばる。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。